こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日は、第112回最強のコアバナを探しに、お送りいたします。では、早速。第1話目は、真夜中の山道に現れたありえない車の行列、です。どうぞ。これは友人の A が、10年ほど前に実際に体験した話だ。当時 A は、大学進学のために県外で一人暮らしをしていた。友人や彼氏もできて毎日楽しく、またバイトにサークルにと忙しく過ごしていたが、彼女はなぜか、休みになるたびにせっせと地元へ帰省していた。A の地元はそう近くもないので、どうしてそんなに頻繁に帰るのか聞いてみた。すると、A のおじいさんが入院していて、そのお見舞いに行っているのだという。おじいさんは高齢で、長い間施設に入っていたのだが、ついに施設ではお世話ができないくらいに体が弱ったことから、前年に病院へ移ったそうだ。だんだんと食べる力もなくなっていて、いつどうなるかわからない状態だという。A は小さい頃、両親の仕事の都合でおじいさんの家に預けられていたこともあるらしく、大きくなってからも大変なおじいちゃん子だった。そんな大好きなおじいさんが、もうすぐ亡くなるかもしれない。A はおじいさんと話ができるうちにたくさん会っておきたいと思い、長距離もいとわずにおじいさんに会いに帰っていたのだ。それを聞いて、A はいい子だなぁと思ったのを覚えている。ある夜のことだ。A が居酒屋のバイトを終えて帰宅している途中、突然携帯が鳴った。出てみると母親からだ。こんな時間にどうしたのかと尋ねると、母親は涙ぐんだ声で。おじいちゃん、容体が急変して、今日は明日が峠みたい。という。前々から覚悟をしていたことだが、いざその時が来ると A はたまらなくなった。母親に、すぐ帰る、と伝えると、A は急いで帰省する準備に取り掛かった。幸いにも、翌日は休みだった。A は最低限の荷物だけを持つと、家を飛び出した。深夜だったので、公共交通機関はもう動いていない。A は大学生だったが自分の車を持っていたため、思い切って車で帰省することにした。地元までは高速を使えば3時間ほどで着く。A は夢中になって夜中の高速を飛ばした。インターを降りると、A は考えた。街中を通った方が新しくて大きい綺麗な道だが、山の中の旧道を越えた方が、病院までは近道だ。今は一刻を争う時なので、A は旧道を通ることにした。旧道を自分で運転したことはなかったが、新しい道路ができる前は、親の車で何度も通ったことのある道だ。ナビもあるし大丈夫だろう、と A は考えた。旧道に差し掛かった頃、時刻は夜中の2時を過ぎていた。真っ暗な山道で、対向車が来るとスレスレになるほど狭い。しばらく走っていると、1台の車が前を走っているのに気がついた。A はスピードを落としたが、それでもあっという間にその車に追いついてしまった。シルバーのフィットで、ごく普通の車に見えたという。A は、こんな夜中でも走っている車はいるんだな、と思い、そのフィットの後ろについて走った。しかし、A はすぐに妙なことに気がついた。前を走る車のスピードが、異常に遅いのだ。夜の山道だからというには奇妙なほど、ノロノロと走っている。その速さはもはや徐行レベルだったそうだ。A は少しでも早くおじいさんの元へ駆けつけたかったので、正直とてもイライラしてしまった。しかし、追い抜きたくとも道は暗くて狭いし、一車線しかない。何かあったらという危険を考えると、もどかしいがこの車の後ろをついて走るしかなかった。そのうち、道が大きなカーブに差し掛かった。何気なく前を見ていた A は、不意に目に飛び込んできた光景にぎょっとした。A の前を走っている車は、1台ではなかった。2台、3台、いや、もっともっとたくさんの車が、ずらーっと A の前を、渋滞のように並んで走っているのだ。数台ならまだしも、こんな真夜中の旧道では絶対にありえない数の車だったという。それがすべて、ノロ、ノロ、と、徐行のようなスピードで進んでいるのだ。あまりの異様さに、A は心臓が止まりそうになった。しかし、来た道を戻ろうにも U ターンできるほどの道幅はないし、バックで運転できる自信は全くなかった。何より、今から戻っていてはおじいさんの最後に間に合わないかもしれない。A は、きっと近くで何かイベントでもあったんだ、その帰りの車がたくさんいるんだ、と、
必死に自分に言い聞かせながら、その奇妙な行列の最後尾に参加していたという。映画渋滞の後ろをついて走ったのにはもう一つ理由があった。もう少し進めば、この旧道も2車線に増える箇所があるのだ。そこを一気に進んで、このおかしな行列をさっさと追い抜いてしまおうと考えたのだった。A は父として進まない渋滞を必死に耐え、油汗をにじませながら、のろ、のろ、と真っ暗な道を進み続けた。そして、ついに車線が増える箇所にたどり着いた。ほっとした A は一気にアクセルを踏み、異様な行列の隣を追い抜こうとした。しかし、数台の車を抜いたところで、A はさらに異常なものを目撃したという。暗闇の中、ずらーっと並ぶ車たち。その真っ暗な車内一つ一つに、正気のない真っ白な運転手の顔が、ぼーっと浮かんでいるのだ。A は悲鳴を上げた。追い抜いていく車のすべてに、無表情で暗闇を見つめる白い顔だけが見える。この世のものとは思えなかった。A はとてもじゃないが隣の車線を見ていられなくて、ガクガク震えながら猛スピードで車を飛ばした。渋滞の列はなかなか途切れない。追い抜いても追い抜いても暗闇の向こうから車が現れる。A はほとんど泣きそうだった。しかし、とうとう渋滞の一番先頭の車が見えた。やっと終わる、と A はほっとして、つい、その先頭の車に目をやったそうだ。その車内にいたのは、A のおじいさんだった。一瞬しか見えていないし、顔なんて判別できるわけがないのに、なぜか A はその顔を見た瞬間、おじいちゃんだ、とわかったそうだ。衝撃のあまりバックミラーを見ると、おじいさんの正気のない無表情が、暗闇の中スーッと遠のいていく。A は涙を流し、おじいちゃん、おじいちゃん、と呼びながら無我夢中で運転した。ようやく山道を抜けてから数十分後、ようやく病院に到着すると、先に来ていた家族が泣きながら A を出迎えた。一足遅く、おじいさんは息を引き取っていたそうだ。A は、もしかしたらあの渋滞は死んだ人がおじいちゃんを迎えに来た、葬式行列だったのかもしれないね、と言っていた。だとしたら、おじいさんは最後に A にお別れを言いに現れたのだろうか。それとも、あの行列の後ろにずっと並んでいたら、A はそのまま、死者たちにどこかに連れて行かれていたのだろうか。今となっては何もわからないが、未だに夜道を運転すると、この A の話を思い出す。では、皆様の米を見ていきましょう。車の行列がおじいさんにとって良いものだといいのですが。ド直球階段って感じで嫌いじゃない。そっか、あの世って車で行くのか。車か。列車がいいな。SL。では次に参りましょう。第2話目は、予言、です。どっぞ。いとこのお姉さんから聞いた話。お姉さんには二つ離れた弟がいた。その弟が幼い頃、母のお腹にすがって不思議なことを言った。お母さんのお腹の中に妹がいる。どうせ子供の嘘だろう、そう思っているとしばらくして母の妊娠がわかった。みんな弟の言葉を思い出したが、偶然だろうと言った。それからお腹の中の子もすくすく育ち、性別が女の子だとわかった。これには皆息を飲んだが、気にしないことにした。出産間近の時、弟はまたもや不思議なことを言った。妹が生まれたら一番にお母さんのこと呼ぶって。前のこともあって少し気になったが、外れるだろうと考えた。妹が生まれ、言葉を喋るようになった頃、妹が言った。まあまあ。両親びっくり。嬉しさより弟の言うことが当たった驚きの方が大きかったらしい。いとこの姉は弟になぜそんなことを言えるのか尋ねた。コウタが教えてくれる。コウタというのは弟が大切に飼っていたカエルのことだった。弟は欲しかった妹が生まれるとコウタから聞いて、妹をずっと守りたい、というとコウタからこのように言い当てられる能力のようなものをもらったという。だがいとこの姉から見たら、コウタは普通のカエルだったので信じなかったらしい。その後も弟は、誕生日にこれをプレゼントしたら喜ぶとか、ランドセルはこの色だったら妹も喜ぶし安全に過ごせる、この日に風邪をひいてしまうだとか、妹についていろいろなことを言い当てた。そして妹が4年生になった。
その日は妹が遠足で、弟はしつこく青い靴を履いていくなと言った。その青い靴は妹が遠足に履いていくはずの新品で、妹はこれを気に求めず青い靴を履いて遠足に行った。弟はえらく焦っていた。妹がどこかに行っちゃう。そう言って学校に行こうとせずに家で小学校からの電話を待った。すると、昼過ぎ、学校から電話があった。妹の行方がわからなくなったという。大勢で探し回ったが、遠足先が山の木々が生い茂るところだったので、寒くもなってきたし差し込む光も少なくなった。大人たちが焦っていた時、母が苦い顔で家で待機させられていたいとこの姉と弟のところに来た。弟、妹の場所わかる？母は今まで弟が妹のことについて言い当てたのを信じ、そう弟に尋ねた。すると弟は案内された遠足先に着くと、一人でずんずんと進んでいく。大人たち数名がついていくと、弟は来たりと止まってつぶやいた。雨が降る。弟が走り出し、大人たちもそれについていく。しばらくすると雨が降り始め、風も強くなってきた。大人たちが焦っている中、弟があるところで立ち止まってそこで妹の名前を何回か呼んだ。お兄ちゃん。すると、泥にまみれた妹が草原から出てきて弟に抱きついた。その時弟は言った。だから青い靴を履いていくなって言ったろ。そして妹も強く抱きしめた。そして妹が見つかったものの、姉は嫌なことが頭をよぎった。弟が妹に関係がないことも予言し始めてる。それがとても怖くて弟に大丈夫なのかと聞いたが、弟は笑顔で大丈夫だと答えたらしい。そして妹が中学校に上がってから、弟は時々人を見ると怯えるようになった。あの人が事故で死ぬ。あの人が自殺する。と人を見るたびつぶやくようになったらしい。そして弟はほとんどの人と目を合わせなくなったという。そして弟は正気のないような顔で外から帰ってくるようになった。父も母も心配した。弟が言う死ぬ人たちは必ずそのようにして死んだ。そして心配した妹が弟に話しかけた。お兄ちゃん大丈夫？妹が弟の顔を覗き込む。そして弟はその妹の顔をまじまじと見て、笑った。大丈夫だよ。心配かけてごめんな。その時の空笑いのような笑顔を、いとこの姉はよく覚えているらしい。そしてその週の末、弟は死んだ。自殺だった。悲しみに打ちひしがれながら姉は弟の部屋の遺品整理を頼まれた。弟が死んだ後、とても遺品を整理する気にはなれなかったが、仕方なく整理し始めた。時々出てくる思い出の品に、涙をこぼしながら弟がずっと飼っているコウタをどうしようかと思った。水槽の前で悩んでいると、水槽と本棚の間に何か挟まっているのを見つけた。かなり使われた様子のスケッチブックだった。こんなの弟が持っていただろうか、そう考えてスケッチブックを開く。そしていとこの姉は泣き晴らした目を大きく見開いた。そこには、妹の盗撮写真がぎっしり貼られていた。ところどころに書かれているのは間違いなく弟の文字。その文字は明らかに興奮していた。そして最後のページに小さく書かれていた。拝啓お姉ちゃんへ。こんな僕になってしまって、ごめんなさい。僕は妹を守りすぎた。だからここまでになった。コウタを池から拾った日、コウタは僕を見てうまそうだと言った。そしてコウタからずっと欲しかった妹ができることを知った。守りたいと思った。コウタは僕の理性を取る代わりに予知の能力を与えると言った。幼い僕は理性なんて言葉も予知の能力っていう言葉も知らなかったから、妹を守れるならと能力をもらった。妹が小学校4年生の遠足の日、妹のこと以外も予知できるようになってしまった。日本で起きる大災害、外国の殺人、そして、一番恐れる、人の死。知りたくないことまでも僕の頭に入ってくる。そして奪われるのは理性。苦しかった。そしてある日、妹が僕に心配して話しかけた時、僕は見てしまった。妹の、最後。それは理性がなくなり、妹を殺す、僕の姿でもあった。お姉ちゃん、僕の死は間違いなんかじゃない。僕は妹を守りたかった。最後まで守れたさ。今お姉ちゃんは僕の遺品を整理しているところだろう。なら、今すぐそこから離れて。次コウタに狙われるのは、お姉ちゃんだ。そしていとこの姉はコウタを近くの池に捨てた。
絶対に目を合わせずに。リスナーの皆様の反応を見ていきましょう。カエルめっちゃ長生き。悲しい話。でも秀逸です。カエルって長生きするんやな。猫股みたいに長く生きたら進化する系のやつか？力が欲しいか。では次に参りましょう。第3話目は、古い鏡、です。自己責任注意。もう5年くらい前のことです。その頃の俺は地元の大学に通っていました。夏休みになって、遠くの学校へ行ってる腹だから。帰省してるんで遊ぼうぜ。って電話かかってきたんで、中学や高校の頃の友達4人で麻雀をすることにしました。集まったのは清水の部屋です。清水の部屋は離れになってて、多少騒いでも大丈夫だったんで、高校の頃からよく溜まり場にしていました。メンツは俺と原田と清水と、あと石川ってやつでした。明け方まで麻雀やった後、気分直しに清水の車でドライブに行こうってことになりました。どうせならさ、あの酒庵行ってみようぜ。清水がそう言い出しました。そこは高校生の頃、俺たちの間で一瞬話題になったスポットでした。清水の家から10キロくらい離れた山の中に、ある宗教団体の施設があり、ちょうどオウムの事件があった頃に宗教団体はそこから出て行って、県内の別の場所に移りました。その宗教団体はある巨大な宗教団体から枝分かれしたもので、そういったケースの典型的なパターンを踏んでいました。すなわち、教義の正当性を主張するために本家の宗教団体を激しく糾弾し、世間の理解が得られないと知ると、今度は自分たちは迫害されていると思い込み、逃げ出すように人目のつかぬ場所に拠点を据える。そんなことを繰り返していたわけです。一連の話を清水から聞いた俺たちは、見たこともないその施設を勝手に酒庵と名付け、しばらくの間カルトな妄想を膨らませていました。そこへ行ってみようぜ、みたいな話は何回かあったのですが、工房で免許を持っていない俺たちは、その施設へ行く交通手段を持っていなかったのです。しかし、今の俺たちには清水の車があります。お前、道知ってるのかよ。林道に入ったら一本道だって話だから、大丈夫だろ。誰かいたらどうすんだよ。じゃあ武器持ってこうぜ。一旦車を降りた清水は、部屋からバットと木刀を一本ずつ持ってきました。いざって時のために、エンジンはかけておこうぜ。清水と石川はノリノリでした。もともとこいつらはイケイケのドキュンで、俺や原田は振り回されることが多かったのですが、この時ばかりはなんとなく頼もしい感じがしたのも事実です。林道に入る頃には夜が明け始め、辺りはぼんやり明るくなってきました。山の中を20分くらい走ると、途中に古ぼけた看板があり、その指し示す方向へ進むと急に視界が開けました。車が何十台も止められるくらい広い場所です。薄暗闇の中、奥の方にコンクリートの建物が見えました。全体的に近代的っていうかビルっぽいのに、柱が赤く塗られていたり屋根が瓦だったりで、ちぐはぐな印象の建物でした。早速その建物に侵入しようとしたんですが、ドアには鍵がかかっているし、1階の窓には鉄格子みたいなのがはまってるしで、とても入れそうにありませんでした。清水と石川が、バットと木刀でドアを叩いたりガラスを割ったり大声を出したりしたのですが、辺りは静まり返っていて何の変化もありません。徹夜明けで灰になっていた俺たちのテンションも下降気味でした。おい、こっちに道があるぞ。原田が建物の裏で呼ぶのが聞こえました。行ってみると、細い山道が森の奥に続いていました。最初の意気込みが空振りに終わりもやもやした気持ちを抱えていた俺たちは、とりあえずその山道をたどることにしました。しばらく歩くと、開かれた場所に出ました。そこは少しくぼんだ地形になっていて、中心には小さな小屋のようなものがありました。その小屋がちょっと変でした。石を積んで、隙間をコンクリートで埋めてあるのですが、まるで慌てて作ったみたいに乱雑な作りで、壁も垂直じゃなくて傾いていてデコボコしてるし、全体の形も崩れかけっていうか、土の塊をぐしゃっておいたような感じです。見ろよ。変な扉。
斜めになった壁に、無理やりという感じで鉄の扉がはめ込んでありました。開けるぞ。清水が取っ手を掴んで引くと、ギーと開きました。中は外よりさらに暗くて、様子がよくわかりません。清水が足を踏み込むとザリッザリッと小石を踏むような音がしました。うわ、なんだこれ。清水が声を上げました。俺と石川と原田が中に入ると、一段上がったところで清水が足で床をガリガリと擦っていました。見るとそこの床は古そうな板張りで、鏡の破片が大量に散らばっていました。お前は入るなよ。怪我するぞ。サンダル履きだった石川は外で待っていることにして、俺と原田が小屋に上がりました。目が慣れてくると中の様子がわかってきました。10畳くらいの狭い小屋で、壁も床も板張りでした。どうやら、木の小屋を外から石とコンクリートで固めたみたいです。木はかなり古そうでしたが、穴が開いたり割れたりという箇所はありませんでした。おい、上見てみろよ。上。清水が懐中電灯で上を照らすと、そこには天井板がなく、大きな梁にボロボロの布が巻きついているのが見えました。原田が手を伸ばし、垂れていた布を掴んでちぎり取りました。細長い布になんだかわからない文字が書かれています。なんだこれ、読める？ああ、これお経とかに書いてある字だよ。清水がそう言ってボロ切れをポケットに入れ、今度は床の方を照らしました。鏡の破片に懐中電灯の光が当たってキラキラと乱反射しました。すごい量だよな、この破片。破片を手に取ってみると、古い鏡のように黄色や茶色のサビが入っています。どれもこれも曇っていてはっきりと映りません。あれ？これ割れてねえぞ。清水がそう言って、部屋の隅に懐中電灯を向けました。そこに鏡が置いてありました。古そうな丸鏡でなぜか木の台の上に置かれていました。それが懐中電灯の光を反射して清水の顔を照らしています。俺はその時、猛烈に嫌な感じがしました。清水、もうやめようぜ。原田も同じことを思ったのか、清水の方に向かって声をかけました。清水は返事をしません。鏡からの光がゆらゆらと揺れて、清水の顔がまだら模様に見えました。俺はなぜかその光景を見ていられなくなって目を背けました。おい清水、もうやめろって。原田が後ろから清水の体を掴んで揺さぶっているようです。後ろから変なうなり声が聞こえてきました。たまらなくなった俺は外へ逃げようとしました。戸口は目の前です。逆光で石川の姿がシルエットになっているそこを目指して走ろうとするのですが、膝のあたりがガクガクして足がうまく動かせません。悪夢の中を逃げているような感じでした。おい、誰か手伝え、清水がおかしいんだって。原田が叫んでいるのが聞こえましたが、俺には振り返る余裕は全然ありませんでした。とにかく外へ出ようと必死で足を動かしました。大丈夫か。石川が横をすり抜けて清水のところへ走りました。俺がようやく外へ出て地面に尻餅をついていると、中から原田と石川が清水を抱えて出てきました。おい、お前は大丈夫か？石川が俺に向かって言いました。ぐったりと疲れ切っていたのですがなんとか首を縦に振りました。原田と石川が手を離すと、清水はくにゃくにゃと地面に座り込んでしまいました。清水。清水は目を閉じて、口を開けっぱなしにしてよだれを垂らしていました。それなのに口を閉じている時のような低いうなり声を出し続けています。俺たちは三人で清水を担いで車まで戻りました。車中でも清水はうなりっぱなしで、俺はそれがものすごく嫌でずっと耳を塞いでいました。清水の家に着いたのは朝7時頃でした。起きたばかりの親父さんとおばちゃんに事情を説明すると、二人とも大慌てで、すぐ病院へ連れて行くと言いました。俺はむちゃくちゃ怒られるんだろうな、と思っていたのですが、親父さんに、今日はもう帰れ。と言われただけだったので、正直ほっとしました。でも、その後はいろいろ大変でした。清水の家が俺たちを訴えるとかいう話まで出ていたのですが、なんやかんやでその話は消えてしまいました。というのも、清水の家が地元から引っ越してしまったのです。清水がその後どうなったのかはわかりません。でも、多分死んでいると思います。あいつはまともに鏡を見ていました。ただで済むはずがないのです。
俺はあの後ひどい足の痛みに悩まされました。今も1年のうち300日ぐらいは家で横になっているか車椅子の生活です。それが原因で学校を辞めましたし、普通の仕事にはつけません。足の筋肉が痩せてしまってズボンがガバガバで、なんだか泣けてきます。原田は仕事で東南アジアへ行っている最中に、狂犬病にかかって死にました。土壁を爪で削り取って食べていたそうです。石川は他の3人の顛末を見て怯え切って家に閉じこもってしまいました。人に聞いた話では、精神に異常をきたしたものの、病院には連れて行ってもらえず、ずっと家から出ていないようです。今、気になるのはこの話を聞いた人のことです。俺と原田と石川は、清水の家から帰る途中で、あの小屋であった話は絶対人に喋らないようにしようと決めました。言い出しっぺは原田です。原田は清水を助けようとした時に一瞬鏡を見てしまったそうです。何を見たのかは、俺たちにも教えてくれませんでした。とにかく、俺は決まりを守って両親にも警察にも小屋の中でのことには触れず、清水が一人で小屋に入っておかしくなって出てきたって風に話しました。でも2年前に一度、チャットで知り合った女が霊とかそういうのに敏感&興味津々だったので、リアルで会って小屋の話をすることにしました。その頃俺は足の具合が悪かったので、彼女が俺の家までやってきました。黒い服とかじゃなく普通の格好で、好きな車や映画のことをペラペラとよく喋る女でした。なんだか思っていたイメージと違ったので、俺も割と軽いノリで小屋の話をしました。その話、やっぱり人にはしない方がいいよ。話し終わった後で、その女は言いました。声のトーンが変わっています。一回聞いただけでも、ものすごく古い感じが伝わってくる。こういうのは、本気で危ないから。しばらくして彼女と連絡が取れなくなりました。携帯にかけても出ないし、メールも来なくなりました。常連だったチャットからも姿を消し、運営していたホームページも更新されないまま消えてしまいました。それ以来、誰にもこの話はしていません。でも、4月の半ばぐらいから手の方に痛みが広がってきました。もう動かなくなるかもしれないので、記録として書き留めておこうと思ったのです。リスナーの皆様の反応を見ていきましょう。鏡もですが、記録と言って世界に広めようとする俺さんも怖いっす。やべえな、便利な暗殺手段手に入れちゃったじゃん。赤尾さんが無事だから自分も皆さんも無事だと思う。ようにする。今、お腹が痛いのは？は？まさか。では次に参りましょう。第4話目は、友達の日記が怖い、です。ドッツン。ある日、田舎から出てきたという友達 A の日記を見てしまった時の話。A は気さくな性格で、たまたま入学式の時に前列にいた俺に声をかけてくれたのが始まりで、今では大学生活のほとんどを共に過ごす一番の友達になっていた。そんな A にはたまに覗かせる限りみたいなものがあって、時折、上の空というか、どこか焦点が定まらないような顔つきで遠くを見ていることがある。そんな A の家に泊まりがけで遊びに行った時だった。A にバイト先から急な連絡が入り、3時間ほどでいいから出てほしいと言われたそうで、俺は、別に行ってもいいよ。3時間くらいならゴロゴロして過ごしてるし、と気楽に見送った。A が慌ただしく出て行って数十分後だっただろうか、俺は小さなテーブルにかさばったノートを見て、そういえば課題出てたっけ、と思い出し、それとなく A が授業で使っているだろうノートを手に取ってペラペラとめくる。さすが几帳面な A だ。どれも要所要所綺麗にまとまった実に見やすい内容だった。うん？すると、ノートの中に日記帳と書かれた一冊が紛れているのに気がついた。この年でも日記帳をつけているとは気真面目なやつだと笑ってやったが、やっぱりこういうのは中身が気になる。スマホの中身を覗き見るくらいプライバシーの侵害だが、触りだけでもと、俺は適当にめくってみた。平成バツバツ年バツガツバツ日、〇〇大学に入学、〇〇という友達ができた。お、俺か。そこには大学入学初日くらいの日付で、俺の名前が書かれていた。
こうやって相手の内面を知ると少し恥ずかしい気持ちが込み上げてくる。俺は昔の映画どんなだったか気になって少し過去に遡ってみることにした。平成バツバツ年バツガツバツ日。明日地元を立つ。新生活は不安だが楽しみでもある。友達ができるといいな。これは田舎から出る前日の日記だろうか。A も人並みに不安に駆られていたようだ。もう少し遡ってみる。平成バツバツ年9月4日。今日も夢を見た。いい加減勘弁してほしい。過ぎたことだ。消えてくれ。俺は一泊置くように思案すると、油をかいて日記帳に集中する。この時の A は何やら同じ夢でも見ていたようだが、文章からイライラしている様子が伺えた。平成バツバツ年8月24日。ああ、気持ち悪い。何度も何度も夢に出るな。成仏しろ。俺は成仏というキーワードから大体のことを察した。知り合いに亡くなった人でもいるのかもしれない。A はその知り合いが夢に出てうなされていると、俺は考えていた。俺は誰が亡くなったのか気になったので、パラパラとめくって、この夢と誰かの死亡について書かれていそうな日付を探した。1年前、2年前、3年前、4年前。いずれも夢について書かれてはいるが、どうやらこの夢に出てくる人物は10年くらい前に死んでいるような書き方だった。その10年前に亡くなった人物が、大学生になった今も夢に出てくるみたいだ。10年前はおよそ小学校高学年くらいだろうか。俺は日記帳の前のあたりから目星をつけて開いてみる。きっとこの亡くなった人物のことも書かれているはずだ。死亡、もしくはこの頃の語彙的に考えると、死んだ、亡くなった、みたいなニュアンスかもしれない。俺は、死んだ、死んだ、死んだ、と口ずさみながら指先で文字の羅列をなぞりながら特定のワードを探す。そして、小学校5年生の時の日記の内容の中で、A の友達の F 君が亡くなったことに触れているものを見つけ出した。平成バツバツ年2月2日、F 君と裏山に遊びに行った。そこで喧嘩になって突き飛ばしたら、F 君が池に落っこちた。手を伸ばしても手が届かなくて、気づいたら F 君が消えた。俺はそれを声に出しながら読み上げると、少し顔をこわばらせて押し黙った。平成バツバツ年3月22日。F 君が消えてから学校がうるさい。警察も来たし、F 君の親にいろいろ聞かれたけど、何もわからないと答えた。F 君は死んじゃったのだろうか。これを読む限り、A は F 君を池に落としたことを誰にも喋ってないようだった。平成バツバツ年5月16日。F 君が夢に出てきた。体が緑みたいになってて、臭い。平成バツバツ年6月1日。また F 君が夢に出る。顔がめちゃくちゃになってて怖かった。何か言ってるけど聞こえない。平成バツバツ年7月11日。F 君ごめんなさい。もう夢に出ないでください。平成バツバツ年8月9日。F 君ごめんなさい。許してください。そこからしばらくは A の F 君への謝罪が続いていた。日記帳にはもちろん、その他の日常的なことが書かれている。運動会とか修学旅行とか、それこそ家族で外出したとか、楽しい出来事が書かれている。だけど、その合間合間には、ミミズが走ったような筆跡と、随分と力の込められたことが手にわかるような筆圧で F 君のことが書かれているのだ。A は F 君の夢を見るたびに、こうして日記に記録しているみたいだった。少しページを読み進めて A が中学生の頃まで飛ばすと、やはり F 君のことに関して書かれているので、紙をめくる手を止める。平成バツバツ年11月4日。あの池で遺骨が見つかった。みんな騒ぎ立てていたけど、俺は怖かった。でも F 君は事故死扱いだった。親から、F 君の両親が骨が見つかってよかったと言ってたと聞いて、苦しくなった。どうやら F 君は見つかったようだが、代わりに A は罪の意識で苦しんでいるようだった。平成バツバツ年1月24日。F、もう夢に出ないでくれ。何を言ってるか聞こえない。平成バツバツ年3月5日。ごめんなさい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 。平成バツバツ年5月19日。マジで許してください。ごめんなさい。勘弁してください。平成バツバツ年5月28日。F の首がもげた。全部腐ってる。目が落ちてる。足掴まれた。殺される。
平成バツバツ年6月6日、初めて F に殺された。目をつぶされた。首を絞められた。口の中に泥とか虫とか押し込まれた。夢なのに苦しい。平成バツバツ年6月13日、今日も F に殺される。石で何度も殴られた。痛かった。平成バツバツ年6月17日、目とか舌とかドロドロになった F が笑ってた。俺の目をつぶすと面白いらしい。噛みついたりしてゾンビみたいだった。俺はちょっと気分が悪くなって一呼吸置いた。 A の中学時代の日記は F 君の登場頻度が多かった。平均して月に3回は夢に出てくるようで、多い月は6回ということもしばしば。いずれも夢の中で A が F 君に殺される内容だったが、日増しにそのやり口がえぐい。俺はページを読み飛ばすようにめくっていくが、時折今日も殺されたみたいな内容が目に入った。そして A の高校時代にたどり着く。平成バツバツ年4月21日。今日は俺が殺したから俺の勝ち。昨日は殺されたがどうにか勝てた。手足をへし折ると芋虫みたいで面白かった。へ？俺は間抜けな声を漏らした。A の人格というか、文中の語り口調がすさんでいた。しかも、夢の中で F 君を殺したと書いてあるのでビビった。平成バツバツ年5月2日。今日も負けた。内臓ぶちまけても生きてるのはずるい。てか、俺を食うな。平成バツバツ年5月18日。負けた。今日はいつもよりグロかったから朝吐いた。平成バツバツ年5月22日。勝った。頭割ったらなんか出てきた。キモかった。平成バツバツ年6月9日。間違えて指を折ったら現実だった。平成バツバツ年8月22日。ああ、痛い痛い。頭が痛い。叩いても痛い。F が消えない。そのページには血痕がついてて、俺は寒気を覚えた。この時の A は頭がおかしいの一言に尽きる。それほど何度も F 君が夢に出てきているのだろうか。それも夢の中で殺し合いを繰り返しているようだ。今の A からとても想像できない文字の羅列だった。そして、日記を読み進めると、去年の内容で興味深いものを見つけた。平成バツバツ年12月29日。F の目的は何なんだろう。一人が寂しいから俺を呼んでいるのか？俺が殺したから俺を殺し続けるのか？もしかしたら誰かをあの池に連れて行けばもう夢に出てこないのでは？俺の代わりの遊び相手を用意しよう。平成バツバツ年2月17日。B をあの池に連れて行った。俺は F の沈んだ池にお祈りした。こいつが新しい友達です。好きにしてください。平成バツバツ年5月26日。B が自殺未遂した。3ヶ月くらい F が夢に出てこなかったのに今日夢に出た。あの池に友達を連れて行けば。平成バツバツ年6月4日。C を池に連れて行った。F、新しい友達だ。平成バツバツ年10月6日。結構持った。F、次の友達呼ぶまで待ってくれ。平成バツバツ年1月23日。D が事故死したのは予想できなかった。てか、F がやったのか？平成バツバツ年4月2日。大学どうしよう。地元まで来てくれる友達作らないと F がうるさい。平成バツバツ年5月22日。まるまるいいと思う。こいつなら誘えば地元に遊びに来てくれるかも。もっと仲良くならないと。平成バツバツ年7月8日。F にまるまるのこと話したら喜んでた。今日は3回殺されたけど、いいことありそう。平成バツバツ年10月18日。まるまるとだいぶ仲良くなったと思う。来年の夏くらいに誘ってみる。F も楽しみにしてる。俺はどうしようもないくらい動揺していた。A の大学入学後の日記には俺の名前が当たり前のように綴られていた。日記の中の A は俺を例の池に誘おうとしている。F 君の遊び相手にするために。日記に登場した B、C、D が今どうなっているのかはわからない。いや、D だけは事故死と明記されているが、他の人たちは不幸になっていること以外何もわからないのが怖かった。もし、俺が A に F 君が亡くなった池に連れて行かれたらどうなるんだろうか。A のように F 君の夢を見るのだろうか。そして、夢の中で F 君に殺されるのか？何回も？それとも日記の中の D のように事故死するのか？
文章の中の F 君を想像するだけで俺は血の気が引いていった。こんなもの創作に過ぎないかもしれないのに。もう少し読み進めようとしたところで玄関からと音が鳴る。 A が帰宅したようだ。どうやら俺は3時間近くもこの日記帳に飲み込まれていたようだ。とっさに日記帳を元通りの位置に戻し、俺は寝転んでスマホをいじっている風に偽装する。そして部屋に入ってきた A に、おう、お疲れと何気ない表情で声をかけた。 A はどことなく目線で室内を見渡しているように見えたが、すぐに悪いな、急にバイト入って、これお土産と言って牛丼の入った袋をテーブルに置いた。その時、明らかに視線がノートの山に動いたが、俺は、おう、牛丼、サンキュー、と舞い上がるような演技で牛丼を袋から取り出す。とにかく何か動いてないと心が休まらない、そんな焦燥感に駆られていた。しかし、俺が牛丼を食べていると、不意に A がスマホを見ながらこう言うのだ。なあ、まるまる。冬休み、俺の地元に来ないか？面白い場所があるんだよ。牛丼を頬張る箸が止まったのは言うまでもない。きっと A の日記帳に書かれていたことは遅い中二病による妄言なのだろう。俺はそう思いながら、考えとく、と曖昧な返事をした。リスナーの皆様の反応を見ていきましょう。面白い、センスのある話。設定が面白い。けど、十数年分のとびとびの書き込みでも一冊の日記帳だとしたらそこそこ分厚くならないだろうか？そんな冊子をしまい忘れた。わざと読ませた？1年10ページ、10年100ページ、普通のノート一冊で足りる。敵として現れたやつとバトって、その後仲良くなる。少年漫画ですね。クソワロタ。では次に参りましょう。第5話目は、末死継承、です。胸クソ注意。もう10年くらい前だけど、いとこが事故で死んで俺が本家を継ぐことになった時におじ、いとこの父から聞いた話。うちはちょっと珍しくて、末の男児が家を継ぐしきたり、死んだいとこも末っ子だった。ちなみに俺の親父は次男、いとこの親父は三男ね。で、末死継承になったいわれをいとこの葬式の時におじから聞かされた。いとこのバイク事故もこれが原因らしい。まあ聞いてくれ。江戸も終わりの頃、N 家、本家に嫁が来た。N 家跡取りと仲睦まじく、やがて女の子が生まれて春と名付けられた。その年は不作で、子供を産んだばかりでも嫁も働かなければならない。嫁は山菜を取りに山に入ったが、夕方近くになっても姿が見えない。村の衆で探し回っていると嫁は乱れた姿で山から降りてきた。天狗に孕まされて。どうもこの天狗ってのは白人のことらしい。まあ、天狗イコール日本に漂着した外国人ってのはよくある話、とおじは言っていた。おろそうにも、襲われたショックで寝込んだ嫁に、それは耐えられないと旦那が躊躇しているうちに、ついに男の子が生まれてしまう。嫁は産んですぐに体調を崩して死んでしまった。旦那は子供が憎くて殺そうとしたが、嫁の忘れがたみだと思うと殺せない。仕方ないので座敷牢に幽閉し、そこで育てた。途中までは人を雇って世話をさせてたが、いつからか姉の春が面倒を見るようになった。父親がいくら言っても聞かないし、身内の恥を他人に見せるよりはって理由でそのまま娘に任せた。男の子の名前は雪春。父も誰もつけないから、春が名付けたそうだ。春は雪春を大変可愛がった。で、その雪春。見た目は死んだ嫁によく似ていたけど、色彩が白人。というかハーフのそれだったらしい。茶色の髪と青い目をしてて、姉から学んだたおやかな仕草。ここら辺特殊事情。春は鉛の矯正やなんかの習い事もやってた。その姉から色々教わった雪春は女形みたいな子だったようだ。嫁そっくりなのに、日本人離れした薄い肌や髪の色を見るたびに腹立たしくて、雪春が成長するにつれて旦那はだんだんおかしくなった。で、ある晩、ついに旦那は雪春に乱暴したんだと。その日から、村の衆や村に来るお役人にも身売りをさせた。
売ると言っても発した金の値段で、幸春を苦しめるためにやっていたようだ。だんだん憎らしさが勝ったんだろう。春は弟が不憫で、父にこんなことはやめるようにと言ったが父は聞き入れず、次第に娘が鬱陶しくなり早めに嫁にやることにした。春が嫁に行くことになったと告げると、幸春は春をさらって山へ逃げた。唯一自分に優しくしてくれる姉を奪われるのは、幸春にとって身を切られる辛さだったんだろう。やがて湖のほとりに出ると、そこで春を抱いた。ことが終わり、すすり泣く春を見て、少し周りを見てくる、と言って一人にさせた。春は泣きながら湖に入った。幸春が帰ってくるとすでに春は水の中だった。姉がいないならばと、彼も崖から飛び降りた。指定がいないことに気づいた旦那は村の衆を使って探し、最初に姉、次に弟の遺体を見つけた。春の着物の乱れを見て、何があったか悟った旦那は鬼のごとく怒り狂った。幸春の死体を八つ咲きにして、山中に放置。獣に食わせた後、荒神、山神ではないらしい、の祠の前に捨てた。祠の前に捨てた時は、死んでからもう何ヶ月も経ってたけどまだ怒りが収まらなくて、骨を足毛にしても飽き足らず石で粉々に砕いたんだと。娘が死んだ嫁と同じ目に遭わされたと知ったらね。気持ちはわからんでもないけど。もう誰もいない座敷牢に、幽霊が出るようになった。けどそれは、牢の主の幸春ではなくて姉の春の方。しばらく座っていたかと思うと消え、庭の隅にある石の上に佇んで蔵をじっと睨んでいるそうだ。その蔵というのが、幸春が身売りさせられてた場所だった。春は生前、幸春が蔵に入っている間は、石に座ってずっと彼が出てくるのを待っていたらしい。そのうち旦那の夢枕にも立つようになったらしい。春がたたっている、と言って少しずつ衰弱していった。そして蔵の戸口の前で首をかっきって死んだ。この蔵は戦後に壊しちゃったんだけど、おじや親父は飛び散った赤いシミを見たそうだ。旦那の弟が後を継ぐことになったが、怖くて仕方ない。N 家は後を継ぐときとある儀式をするんだが、儀式をやる前に春の霊をなだめる方法を考えていると、何やら井戸の方で水音がする。時刻は夜中。こんな時間に誰だろうと見に行くと、春が着物や食器を洗っている。それは幸春が使っていたものだった。お春、死んでからも、奴の世話をすることはない。ジップをたたり殺したとはいえ、未だ幸春に縛られてる春が哀れでつい声をかけると、春は振り返りにっこり笑って消えた。彼はもしや、と幸春の砕かれた骨が散らばった土を集め、春の墓の隣に葬った。途端に春の姿を見るものはなくなり、たまに井戸で誰もいないのに何かを洗う音がするだけになった。きっと、春も幸春を好きだったんだよ。でも指定で愛し合うことはできないから、入水した。とおじは言った。それから、本来なら幸春が継ぐはずだったんだろう。N 家は末子が継ぐように決めた。春の機嫌を取ったようなものらしいけど。で、いとこの話に戻るけど。いとこは G 県でリーマンしてて帰ってくる気も継ぐ気もなかったんだって。ならそろそろ末子じゃなくて、長男が後取りになるようにするかって親戚内で話し合ってた矢先に、バイクで事故って死亡。さらに俺の弟がひき逃げにあって半身麻痺。俺も風呂場とか、とにかく水場で変な影を見た。これはまずいということで、俺が本家に飛んでって儀式したら影も見なくなった。その日はもう遅いから本家に泊まることになった夜。外から水を音がした。俺はもういとこが殺されたこととか、弟不随にされたこととか怖いより先に腹が立って、春とやらに文句言ってやろうと井戸に向かった。そしたらいたよ。かけた茶碗洗ってて、目尻と頬にほくろがある。現代の感性から言っても可愛くて、緑っぽい着物着た子が。可愛いって言っても、やっぱり腹は立ってたんでおいって不機嫌な声で呼びかけたんだ。そしたら俺に気づいて、体の向きもきちんと変えて、申し訳なさそうに頭下げて消えた。頭下げたってことは、やっぱり二人の事故はあいつのせいなんだろうな。それは絶対許せないし、許してやらない。でも、あの子にもなんか譲れないもんとかがあったんだろうなって思った。んなこと考えた自分がすっげー悔しくてちょっと泣いた。見直したらすごい文章になってた。ほんと、すいません。弟はリハビリ頑張って健常者と変わらないくらいになったからいいんだけど、何にも知らないで死んだいとこがかわいそうでつい書き込みました。
あとちょっとで命日です。春に同乗した時点で恨む資格もないから、ここで八つ当たりさせてもらいました。一応春と雪春、春に関わって死んだであろう人たちは神棚みたいなものに祀って供養してます。いとこもここ。位牌とかじゃなくて、亡くなった人の名前を書いた紙と寺で書いてもらったお札みたいなものを足で作った封筒に入れて神棚に入れています。これだけで鎮魂の意味になるようです。あと、別に俺の言うことは聞かないと思う。たまたま早くにヤバいと思って俺が後取りになっただけ。頭下げたのは、いとこを奪ってしまってごめんなさいって意味じゃないかと。彼女もある意味弟と引き離されたようなもんだし。視聴者の皆様の反応を見ていきましょう。祟っているのは雪春で、春ちゃんは見守りやお世話しながら雪春を沈めようとしている切ない？頭を下げたのも、雪春を抑えられなくてごめんなさい、みたいな。だとしたら春ちゃんけなげすぎて泣けます。春さんと雪春とても悲しいけど、産後すぐに山へ働き行かないといけなくなって、とんでもない不幸に見舞われたお母ちゃんも辛いなぁ。昔、次男にはじめという名前をつけるとどんな字であろうと長男は若くして亡くなる、と聞いた。ああ、なんか自分の性癖に刺さる部分があった。くさ、怖い話やぞこれ。では、次でラストです。最後のお話は、M こと安村二の話、です。安心してください。これは友達の M 子の体験談です。私と M 子は大学で知り合い意気投合してすっかり仲良しになったんですが、ある日、私の家で宅飲みしつつ心霊番組を見ていました。作り物だとわかっていても私は結構怖くて、トイレ行けなくなる、なんて、あえてふざけて怖がっていることを M 子に悟られまいと強がっていました。それがいけなかったのか、番組が終わってしばらくすると、M 子が、怖い話しない？と言ってきたのです。なんで？私は思わず聞き返してしまいましたが、M 子は、物足りないから、と早速消灯して雰囲気作りをすると怪談話を始めます。M 子から始まった怪談話はどこかで聞きかじったような話を脚色した感じで、怖いのか面白いのか絶妙なオチをつけ足したふざけたものばかりでした。そういうことならと、私も有名な怪談話を自分なりにアレンジして面白おかしく話すと、M 子は、ちょっとめちゃくちゃすぎ、と笑ってくれました。互いに3話ずつ話し終えた頃、M 子が、じゃあ、次はちょっと私の体験談を一つ、とこれまでと違った雰囲気をまとって正座します。その姿勢の正しさに思わずクッションを抱きしめた私は固唾を飲みました。これは私が高校2年の時の話なんだけどね。そして、M 子はまるでどこかの怪談師のごとく話し始めるのです。M 子の両親は辺境の田舎出身で、長期の休みには祖父が暮らすその田舎に家族連れでよく帰省していました。しかし、祖父は M 子が高校1年の秋頃、急に体を悪くして寝たきりが続くようになり、ついには余命宣告を受けたそうです。おじいちゃん子だった M 子はそれはそれは悲しくて泣いたそうですが、両親に無理を言って高校2年から祖父の田舎に転入して、祖父の最後に立ち会いたいと頼み込みました。普通の両親ならわざわざ都会から田舎に引っ込み、高校生活を祖父の看病に浪費すると言われたら拒否すると思いますが、なぜか M 子の両親は少し考えただけですぐに許可を出してくれたそうです。おかげで M 子は高2に進級する際、祖父の家に移り住み、そこから一番近い高校に転入しました。田舎すぎて街でよく見かける大病院なんかは、家から車で1時間以上走らせないとありません。そのため、祖父の診察は町医者というのでしょうか、村でただ一人の医師がたまに訪問に来るそうです。狭い集落のようなその田舎は、隣人の付き合いが顕著なのか、田舎を出た両親の代わりに祖父のことをよく面倒を見てくれていました。M 子は挨拶がてら近所の人たちに挨拶に回ると、その先々で、ああ、〇〇さんところのお孫さんかいね。とか、大きくなってからに、と江戸端会議よろしく数人の主婦に囲まれた質問攻めにあったそうです。
と言っても、都会ではどんな暮らしをしているのか、テレビで流行ってることは本当なのか、そんな誰しもが気になるような質問ばかりで拍子抜けしたと M 子は言います。そんな中、村で一番の権力者らしい地主のおじさんと初めて挨拶した M 子は、何やら全身を舐め回すように見られた感じがしておかんが走ったそうです。加えて、息子がいるから仲良くしてやってくれと紹介されたその息子が、芸人のとにかく明るい安村に似ていて、ちょっと笑いそうになったのをこらえていたら、おじさんが、息子が気に入ったか？ははは。と何か勘違いして笑ったので、どう反応していいか困りました。ただ、安村にの息子は、よろしくね。と手を差し出してきたので、M 子も、よろしくお願いします。と会釈しながらその手を握りました。が、なぜか安村、以下安村呼び、の手は、異様に温かくネバネバしていたらしいです。そして安村は M 子が転入した高校の生徒会に入っているらしく、転入初日に学校で話しかけられてびっくりしていたら、そのままなぜか二人きりで学校案内が始まり、解放されるまでの間ずっと、俺は頭がいい。とか、親が金を持っているからみんな俺には逆らえないんだ。だとか少々ヤバめの自慢話を聞かされて精神的に参りました。それでも学校生活は普通に友達もできたのでそれなりに楽しかったそうですが、祖父の介護は覚悟していたとはいえ壮絶だったと語ります。M 子が違和感に気づいたのはここに移住して約3ヶ月が経過した頃でした。どうしてなのか、家から出れば至るところで顔なじみのご近所さんと出くわして挨拶されるのです。ご近所さんのほとんどは40、50代のおじさんおばさんですが、やたら私の高校生活について聞いてくるわ、学校にいい男は見つけたかなんて無粋なことにも遠慮なく踏み込んでくるので、温厚な M 子も、ははは、とか、まだわかんないです。なんて当たり障りのない返事でごまかしていました。そんな折、誰から始まったのかは覚えてないそうですが、決まって地主の息子の安村を押してくる勢力が湧いてきたのです。あの子は将来町長になるよ。M 子ちゃん、安村とくっついたら将来安泰だよ。地主さんとこの息子は彼女いないから狙い目だよ。と、気持ち悪いくらいに言われたそうです。そんな話を新しくできた友達の A 子に話したそうですが、A 子は、まあ、田舎なんてそんなもんだよ。卒業したら結婚するのとか当たり前みたいなもんだし。と肯定的な返事でした。確かに若いうちに結婚するのは田舎あるあるですが、M 子は将来やりたいことが定まっていたので、祖父の容態次第では高校卒業したらこの村を出る算段です。町医者の見解では M 子が高校卒業する姿はおそらく見せられないとのことだったので、M 子は高校卒業と同時に村を出ていくものだと考えていました。しかし、M 子を苦境に立たせたのは学校行事でした。当然学園祭とか体育祭とかあるんですが、ことあるごとになぜか安村と組まされるのです。フォークダンスを組まされた時は直接的なセクハラはありませんでしたが、手つきがいやらしく鳥肌が総立ちしたと、今でも思い出すだけでゲロを吐きそうだとえずいていました。そんな安村の見えすいたアプローチをなんとか回避し続けた冬のこと、M 子はいつの間にか安村の婚約者にされていることを知りました。それはあまりに唐突な知らせで、M 子が所用で安村のクラスに赴いた際、遠巻きに一部の男子たちが、あ、安村の彼女じゃん。と口火を切ったのを始まりに、いや、婚約者じゃね。とざわめき始めたのです。思わず何のことだろうとあっけに取られていた M 子でしたが、一人の男子が、親父が安村と〇〇は親同士が結婚決めたって話してた。と言ったのを耳にして、は？と変な声が出ました。なんで私が安村なんかと結婚しなくちゃいけないの？そう思った M 子は、学校終わりに早速両親に電話して事実確認を取ったそうですが、電話越しの両親は、え？お前安村くんのこと好きだって聞いたぞ。とこれまた寝ぼけたことを言うものだから、ふざけんな。と怒鳴ったそうです。しかし、両親は、もう向こうの親と約束したことだから。とか、地主の息子で将来安泰だから。だとか、
しまいには村のジジババと同じことを言い出したために、話にならないと思い乱暴に電話を切りました。翌日、このままだと婚約が確定されてしまうと思った M 子は、安村を校舎裏に呼び出して、しっかりと婚約は間違いだと伝えることにしました。あれは親が私に確認せずに勝手に約束したことだから忘れて。M 子が真っ正直にそう告げると、安村の形相がみるみるうちにこわばったらしく、今でもその時の赤く染まった般若の顔を忘れられないと言います。M 子から遠回しに振られたような安村は、わかりやすく青筋を立てながら、は？ふざけてんな？と M 子に詰め寄りました。さすがに怖くなった M 子は、ごめん。と言い残して足早に立ち去ったそうですが、少しだけ振り向いてみれば無表情で佇む安村がひどく恐ろしく見えたそうです。M 子が婚約の話を断った後日、いつものように家を出ると、毎日挨拶してくれていたご近所さんが急によそよそしくなりました。M 子が、おはようございます。と声をかければ、あ、はい。とめんどくさそうに相槌とともに舌打ちをされるのです。あんなに安村のことをしてきたおじさんには、バイタが、とかひどいことを言われた上に、わざとらしく庭の水やりのホースで水をかけられたりしました。そして、M 子を待ち受けていたのは学校での集団無視でした。と言っても、全員ではありません。安村にこびへつらっているような取り巻きを筆頭に、村や周辺の町の生徒たちが M 子をいないものとして扱ったのです。特に厄介なのが担任で、その担任は安村の親の手が回っているのか執拗に小言を言ってきたり、あからさまに内心をいじってきたそうです。次第にクラスどころか学年でも孤立してきた M 子は、毎日を誰とも口を聞かずに授業を受けて帰るだけだったと語ります。そんな中、唯一話しかけてくれる A 子がいましたが、A 子はその度に、安村くんに謝りなよ。きっと許してくれるよ。と見当外れなことばかり言うので、M 子の中では A 子は安村と繋がっている図式が完成しました。そんな苦境に立たされた M 子の状況を一転させたのが、大好きな祖父の死でした。94歳で大往生でした。さすがに実の親が死ねば両親も仕事を切り上げて戻ってきました。あっという間に葬儀が行われましたが、参列者は生前祖父と懇意にしていた人を除き、ほとんど来てくれなかったそうです。ただし、一番来て欲しくなかった安村の親は来たそうで、その際にはどうしてか両親が安村の親にペコペコと頭を下げていました。遠くからでも M 子の婚約の話をしているのだとわかりましたが、M 子は祖父との別れを忍ぶのに最低の気分になりたくなくてすっとその場を離れました。祖父の葬儀後、M 子は祖父のいない今で両親と話し合うことになりました。議題はもちろん婚約の件です。両親の主張は、せっかく〇〇さんが選んでくださったのに、いや、こんな縁談二度とないぞ、と言った、まるで宗教にハマった人の妄言ばかりでした。M 子は、私の結婚相手を勝手に決めるな、と一蹴したそうですが、両親は都会に戻る当日の朝までぐちぐちと文句を言ってきました。そして、M 子を襲った人生最大の悪夢は、高校2年の冬明けのことでした。ある日の学校帰り、M 子は雑木林付近を歩いていると、不意に腕を引っ張られて、納屋のような小屋のような人気のない建物の中に連れ込まれたのです。驚いて顔を上げればその犯人の正体は安村で、取り巻きらしき学生が小屋の外からドアを閉め、埃の溜まった室内で M 子は安村と二人っきりにされました。安村は M 子の両腕を力いっぱい掴んだまま体重をかけ、床に押し倒してきます。さすがの M 子もこの状況はドラマなんかでのお決まりの展開だと悟るや否や、やめて、と叫んだそうですが、その瞬間、と頬を叩かれて、うるせえ、と怒鳴られ、一瞬何が起きたのかわからず当惑したと言います。そんな頭が回らない状況で安村は一旦手を離して、どうせ結婚すんだから別にいいだろ、と自分のズボンのベルトをカチャカチャと外そうとしているのを見て、M 子は全力で安村の股間を蹴りつけてやりました。すると安村は悶絶するように股間を押さえてうずくまり、声にならない声をうめき声のように漏らしたまま動かなくなりました。M 子はこれはチャンスだと思い、
さらに一発後ろから尻を蹴り上げてやった後、思い切り助走をつけて小屋のドアにタックルをかまします。ドアは勢いよく開かれたのか、体当たりした瞬間にドアが開く際、何か障害物を吹き飛ばした感覚が伝わったかと思えば、前のめりに転倒していたそうに顔を押さえる安村の取り巻きを見て、ああ、ドアの前にこいつがいたのか。と納得しつつその場から逃げたそうです。M 子は祖父の自宅に逃げ帰りましたが、このままでは安村に復讐されると思い、その足で最低限の荷物と財布を持って家を飛び出しました。この町のバスはだいたい1時間に1本あればマシな程度ですが、幸い時刻表を見れば数分後にバスが来ることが分かって、安村たちの追っ手を危惧しながらもなるべく周囲から自分だとわからないように、停留所の建物の陰に身を潜めるようにしていました。数分後、時間より少し早くバスが来たので安堵した M 子は、バスに乗り込むとすぐに降りられるように前の方の座席に座り、外から見られないように少しかがんだ体勢を維持します。しかし、安心していたのもつかの間、バスが発進した直後、M 子おという叫び声が聞こえました。恐る恐る窓からほんの少しだけ覗いてみれば、数人の男子生徒が M 子の名前を叫びながらうろついているのが見え、心臓がバクバクと跳ね上がりました。もしかしてこのバスも止められるのでは？そもそもこのバスの運転手も安村の父親の関係者で、私の身元が知れると安村のところに連れて行かれるのでは？そんな恐怖が車中の座席にうずくまる M 子を襲い、一秒でも早くバスがこの街を抜け出ることを願っていましたが、不意に運転手が、丸々に言い寄られとるんは、あんたかに？と声をかけられてしんと静まり返った。バレた。この運転手は私のことを知っている。M 子はそう思って息をするのが苦しくなった。しかし、そんな M 子の不安を払拭するように運転手、災難やね。と柔らかい口調で話します。なんでも、運転手には M 子と同じ学校に通う息子がいて、いわゆる安村の父親と懇意にしていないグループの間では、M 子は安村に狙われているかわいそうな女子としてもっぱら有名だったそうです。息子から学校内での M 子のことを聞いていた運転手は、当然 M 子の名前を知っていて、街中で M 子の名前を叫んでいる男子生徒と、バスに乗ってうずくまる女生徒を見比べそう判断したのです。安心しんさい。ああいうのは街から一歩も出れん臆病もんやけ、追いかけやせんよ。運転手はそう告げた後で、あの地主の権力も外じゃ何の意味のうけん。と付け足します。M 子は運転手が安村側の人間じゃないと分かり、今度こそ肩の荷が降りたように力が抜けました。〇〇まで行け大丈夫やろ。あんたどこ行くん？〇〇です。んせ、〇〇で降ろすけ、そんまま〇〇行き乗るとええよ。運転手はほがらかに M 子に乗り換えを教えると、お礼を述べる M 子に対して、ええよ、ええよ。と軽く手を振って運転を続けました。それから運転手の助言に従ってバスと電車を乗り継ぎ新幹線口に到着すると、そこから実家まで約2時間かけて、実家にたどり着いた頃にはすっかり夜も深まっていたと言います。突然実家に戻ってきた M 子を見て両親はひどく驚いたそうですが、M 子が安村から逃げてきたと知ると鬼の形相で、なんてことしてくれたんだ。と逆に激怒されたそうです。そんな両親に対して、M 子は安村に強姦されそうになったことや、学校でいじめられていることを淡々と打ち明ければ、さすがの頭のおかしい両親も、本当か？とタジタジになっていましたが、M 子が、私をあの村に追い返すなら自殺してやるから、と強気に言い放つと生唾を飲むように黙ってしまいました。実際のところ M 子に自殺する覚悟なんて微塵もなかったそうですが、もし両親が M 子が実家に戻ってきたことを村に告げ口して連れ戻されるようなことになれば、安村を殺してでも逃げ出す覚悟はできていました。しかし、M 子が実家に戻ってから村関係の話を聞くことはなく、あからさまに電話で話すなんて定番な密告もなかったそうで、しばらく休学している間に高校卒業認定試験を受けるために猛勉強を始め、転入した高校を両親に頼んで退学した後、認定試験を突破し1年遅れて大学受験に受かったそうです。1年遅れたのは、大学費用とか生活費の蓄えとして、
バイト生活に明け暮れていたそうで、M 子の中ではこの両親には絶対に甘えたくないという意地が芽生えてて、必死にお金を稼いでいたためです。わずか数年で大学費用や生活費を集めるなんて高校生には無理だったので、結果的にはほとんどの費用を親に出してもらったそうですが、それでも M 子は今も貯金をしながら少しずつ両親に返す大学費用を集めており、大学卒業後に就職してお金が貯まったら、全額親に突き返して関係を断つと私に告白しました。それを聞いた私は、頑張って、と気の利かない相槌しか出ませんでしたが、実の親に勝手に結婚相手を決められて、しかもよりによってその相手が性格が最悪な男だったとしたら、私でもそんな親とは絶縁したくなると思い、M 子にちょっと同情的になりました。ここまで一気に自分の体験を語り終えた M 子は、最後にこう言います。ちなみに、安村はキムタマ一つ潰れたっぽい。その締めくくりに私は笑っていいのか突っ込んだ方がいいのかわからず、あ、そうなんだ、とカラッとした返事をしました。以上が私が M 子から聞いた体験談です。M 子の話はどこまで真実でどこまで創作なのかはわかりません。もしかしたら全て創作で、全て真実かもしれません。ただ一つ、M 子は後日、テレビでとにかく明るい安村を見て大笑いしていました。では、みんなのコメントを見ていきましょう。運転手さん優しいと思います。これがとにかくイケメンな安村だったらどうなっていたか。陰湿な人怖はいいよなぁ。田舎が舞台のホラーはこうでねえとなぁ。とにかく明るい方の安村がかわいそうになってきた。今回はこれで終わりとなります。また近々お会いしましょう。おやすま。